今年の、風邪ひまがいでは、3種類ですね、レザーを展開しておりまして、1つが、一番手前にあるグローブラブレザーというもの。で、同じような形で後ろに並んでいるのが、エントロフィーのラブレザーというものを使用したモデル。そして一番後ろに並んでいるのが、こちらと同じエントロフィーのラブレザーを使用した、まあ、形で言うとセミダブルって言われるような、ダブルライダースをもう少し、ミニマルというかスキーしたような形になっています。でそれぞれ、まあ、こう男は革の素材が一緒なんですけれども、まあ、これだけ、グローブラムレザーという、まあ、ラムレザー、まあ、こちらもエントロフィーのラムなので同じ一応ラムを使ってはいるんですけれども、こちらの方がちょっとこう何だろうな、腰とか配管とかあってちょっと薄手の、ね、タイプなんですけれども、ラムの中でも非常に強度の高いレザーを使用しているので、まあ、薬からといってすぐこうダメになるとそういうことではなく、かえってこう使ってもらっても耐えうる素材になってまして、我々的には結構これぐらいの薄い方が、まあ、ちょっとこの動画撮ってるのが2月中旬なんですけど、ちょっとこうまだ冬物のコート着る時期とかにインナーにちょっと着れたりとか、するような、本当にこうなんとかジャケットとして、アウターというよりはジャケットとしてちょっとこう使えるようなイメージで、おすすめをさせてもらって、でなんかこうしっとりした質感とこうすごいなんか着た時の体へのフィット感が高いので、結構実際試着されると結構好きになっちゃう方が、多いのかなっていうモデルになってます。でそれと一応同じ形で、エントロフィーのラムレザーになるんですけど、こっちの方が、まあ、いわゆる脂肪感、あの表面の、まあ、凹凸というかレザーらしい表情が、出ているもので、同じようなラム使ってもこっちの方がちょっと肉厚感があるので、ちょっとタフに、切れそうなイメージが、持てるようなアイテムです。で、まあ、こっちのグローブラムに比べると、もともとちょっとこう脂肪感というか、凹凸があるので、変な話、ちょっとしたこう傷がついても気にならないような、融合ができるので、お値段的には一緒なので、このあたりがちょっと肉厚でいいなとか、ちょっとこう、なんだろうな、ラフに使っても気にならない方がいいなと思ったら、こちらをおすすめいたします。で、最後、同じ素材を使った、セミダブルという形で、まあ、やっぱりこのあたり実際こう買われた方のこう話なんですけど、やっぱダブルだとちょっといかついって言い方だなっていう方がやっぱり多くて、まあ、シンプルにこう、ちょっとだけ胸開いて ABL の形で着れるというところが、非常に生きているというところです。まあ、ポケットとかの形も形細かいらしく、シームラインに沿った、ポケットになっていたりとか、ダブルって大体こうボタンが止まるんですけど、それも配慮したような、非常にシンプルな作りになってますので、ちょっとこう一癖欲しい方はこちらという形で、それぞれ、良いところがありますので、ポイントを選んで、見つけていただけるといいのかなと思います。